切り殺してやるよ。僕は痕跡を見逃さない。切り殺してやるよ。切り殺してやるよ。切らせつよ。罪ある者どもを噛み砕け。切り殺してやるよ。世界に必要なのは真実。あとは全部ノイズなんだ。調教局サムライソードのステータスこのようになっております。はい、まず超アンチダメージウォール括弧ラックですね、うん、そしてアンチ転送壁、そしてゲージでアンチブロックのトリプルアンチアビリティとなっておりまして、うん、まあ運極にすると、まあ、超アンチダメージウォールと同じ効果を得ることができます。はい、そしてバイタルキラー持ってますので、まあ、敵のね HP が 50% 以上あるときはキラー発動して貫通タイプで殴っていったりもできます。うん、そして友情ブースト持っておりまして、はい、この友情ブースト持ってくる友情コンボが超絶次元斬、うん、まあ、かなり弱点に当たると強力ですし、うん、このねラックスキルゆっくりも持っているのも魅力的なんじゃないかなと思います。はい、そしてストライクショットがスピードとパワーがアップ&停止後に最初に触れた敵に居合で攻撃、うん、22ターンで打てるオリジナルの SS となっておりまして、まあ、バイタルキラー生かしてスピードとパワーアップしてる段階で殴っていってもいいですし、使ってて楽しいストライクショットとなっております。他にもおすすめステージはこちらとなっております。以上サムライソードを紹介していきました。皆さんクエスト頑張りましょう。それではバイバイ。